ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は知りたくなかった芸能界の裏事情についてゆっくり解説するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。霊夢、推しの子ってアニメ知ってるか？芸能界の裏側を書いた話で、業界人の言うことを信じちゃいけないって言ってるんだぜ。そんなアニメがあるんだ。でも、どうして業界人の言うことを信じちゃダメなの？芸能界には悪い業界人がたくさんいるからな。変なことを言ってきたり、枕営業を強要したりするやつもいるんだぜ。そんなことまであるの？怖いね。ああ、中川翔子も YouTube で同じようなこと言ってたぜ。アイドルになりたい子がいる親御さんには、変な業界人の話に乗っちゃダメだって呼びかけてたんだ。中川翔子さんまでそう言ってるなんて、芸能界って本当に大変なんだね。そうなんだよ。だから、芸能界に憧れる前に、その裏側もよく知っておく必要があるんだぜ。推しの子みたいなアニメは、そういう意味でも意義があるんだ。虹色ファンファーレっていうアイドルグループ知ってるか？そのメンバーが奴隷契約みたいな環境で働かされてたらしいぜ。奴隷契約って何？アイドルなのにそんな大変なの？5年間はグループを辞められないし、辞めた後の2年間は芸能活動もできない。それで月給たった3万円。まさに奴隷みたいな契約だったんだぜ。そんなの許されるの？レッスンもなくなったりしたんでしょ？そうなんだよ。みんなで脱退を申し出たら、マネージャーから今後絶対芸能をやるな。全力で潰すって脅されたらしいぜ。ひどすぎる。訴えたりしなかったの？訴えたんだけど、和解したらしい。でも、アイドルのブラック職場なんてこのグループだけじゃないんだとさ。芸能界の闇は深いぜ。夢みたいな世界だと思ってたのに、がっかりだよ。おい霊夢、最近のニュース見たか？芸能界で大変なことが起きてるんだぜ。どんなことなの、マリサ？アイドル業界で、とんでもない事件が明るみに出たんだぜ。ある芸能マネジメント会社の代表が、未成年のアイドル志望の子に対して、ひどいことをしていたらしいんだ。そんな、具体的にどんなことがあったの？それがな、被害者の A 子さんって子が、13歳の時にアイドルオーディションに落ちたんだ。けど、諦めきれなくて代表の星野ってやつに頼み込んだんだぜ。そしたらそこから地獄が始まったってわけさ。ひどい。でも、なんで代表なのにそんなことするの？権力を悪用したんだろうな。A 子さんをグループに入れる代わりに、いろんな要求をしてきたらしいぜ。最初はほっぺをかじれとか言い出して、それからどんどんエスカレートしていったんだ。そんな、それって、完全に犯罪じゃない？その通りだぜ。しかも、これが2年も続いていたって言うんだから、本当に許せないよな。A 子さんの生活も全部コントロールされてたみたいだし。2年も、どうしてそんなに長く続いちゃったの？そこが難しいところなんだぜ。でも、勇気を出して告発した A 子さんは本当に強いと思うぜ。被害者が若くて、夢を追いかけてる途中だったってのもあるだろうし、恐怖心もあったんじゃないかな。うん、本当だね。こういう事件が二度と起きないようにするには、どうしたらいいのかな？そうだな。まずすぐに声を上げられる環境づくりも必要だな。業界全体でのチェック体制を強化したり、若い子たちへの教育や支援を充実させたりすることが大切だと思うぜ。そしてこの事件、まだ続きがあるんだぜ。まだあるの？どんな話なの、マリサ？ A 子さんの証言によると、精神的な虐待もあったらしいんだぜ。ライブの後なんかは、何時間も一方的に説教されたりしてたんだって。そんなの、ひどすぎる。でも、誰かに相談できなかったの？それがな、他のメンバーとの交流や連絡先の交換も禁止されてたんだぜ。完全に孤立させられてたってわけさ。じゃあ、誰にも助けを求められなかったんだ。そうなんだぜ。でも、A 子さんも15歳くらいになって状況が理解できるようになってきたんだ。そこから嫌悪感を抱いて、自分が支配されてることに気づき始めたんだって。よかった。でも、15歳まで気づけなかったなんて、本当に大変だったんだね。そうだな。でも、ここからが重要なんだぜ。A 子さんは勇気を出してグループを辞めた後、警察に被害届を出したんだ。すごい、難しいことだと思うけど行動に起こすのも大事だよね。ねえマリサ、他のアイドルグループでも似たようなことってあるの？実はな、別の事例もあるんだぜ。NGT っていうグループの元メンバー、高橋七実さんの話なんだけど。NGT? 何があったの？高橋さんが研究生だった時、グループ内での SNS ルールについて話し合いがあったんだ。そこで高橋さんが、先輩たちがルールを守ってないって指摘したんだぜ。それが先輩たちの怒りを買っちゃってな。後で LINE で謝ったのに、研究生のくせにみたいな感じで圧をかけられ始めたんだって。ひどい。先輩なのに。そうだぜ。さらにこの後、山口真帆さんっていう人が関わった暴行事件が報じられて、グループ内の問題がどんどん明るみに出てきたんだ。
うわぁ、アイドル業界って、表からは見えない問題がたくさんあるんだね。そういうことだぜ。これらの問題が報道されて、業界全体に注目が集まったんだ。こういう事態を二度と起こさないためにも、しっかりと対策を立てていく必要があるな。だがこの事件にも続きがあるんだぜ。え、まだあるの？どうなったの？それがな、報道が出た後、高橋さんが内部情報をリークしてるんじゃないかって疑われちゃったんだぜ。え？でも、高橋さんがやったわけじゃないんでしょ？そうなんだぜ。でも、先輩たちは信じてくれなかったらしい。メンバーの前で高橋とツンデルって叫ばれたり、自撮りしてただけで嘘つきって罵られたりしたんだって。ひどすぎる。高橋さん、どうしたの？最終的には先輩3人に呼び出されて、高圧的な態度で詰め寄られたらしいぜ。なんか言うことないの？って感じでな。怖い。高橋さん、なんて言ったの？自分は何もやっていないって主張したんだけど、先輩たちは最後まで信じてくれなかったんだって。私たちの作ったグループを壊されたくないんだよねなんて言われたらしいぜ。う？高橋さん、悔しかっただろうね。そうだな。高橋さんもただ真面目に活動していただけなのにって、悔しさでいっぱいだったらしいぜ。結局、耐えきれずに脱退しちゃったんだ。そんな、アイドルって、大変なんだね。ああ、そうなんだぜ。実はこういう問題、日本だけじゃないんだ。え？他の国でもあるの？そうさ。例えば韓国でも、アイドルのいじめ問題は大きな課題になってるんだぜ。どんな対策してるの？例えばな、二重を生み出したプロデューサーのパクジニョン氏は、能力が優れてるが、それでも人柄に問題がありそうな人はメンバーに選ばないっていう原則を持ってるらしいぜ。なるほど。でも、完全に防ぐのは難しそう。その通りだぜ。実際、大人数のアイドルグループには、いじめ問題が常につきまとうのが当たり前だって言われてるくらいなんだ。そっか。アイドルって華やかだけど、裏側には大変なこともたくさんあるんだね。そういうことだぜ。ファンとしても、こういう問題があることを知っておくのは大切だと思うな。アイドル業界の暗部についてもっと話があるんだぜ。枕営業って言葉を聞いたことあるか？え？枕営業？聞いたことはあるけど、よくわからないよ。そうか。実はな、これがアイドル業界でも大問題になってるんだぜ。例えば、元グラビアアイドルの林美沙さんって人が、衝撃的な告白をしたんだ。え、どんな告白なの？ DVD の売り上げが伸びなかった時に、事務所から枕営業をするように言われたんだってさ。今からあそこの社長と寝てこいなんて、直接言われたらしいぜ。そんな、でも、それって普通じゃないよね？残念ながら、業界では当たり前だったみたいなんだ。林さんは周りと比べても私はかなり枕をやらされた方だと思いますって言ってるぜ。ひどすぎる。他にもそういう人がいるの？ああ、元アイドルの野中比優さんや小林彩奈さんも同じような経験を暴露してるんだ。テレビ局のプロデューサーや制作会社の偉い人たちが相手だったりしたらしいぜ。アイドルになるのって、こんなに大変なことだったんだね。そうなんだぜ。でもな、これ実は昔からあった問題らしいんだ。元グラドルの佐藤珠緒さんも同じようなことを話してて、話題になったんだぜ。え？じゃあ、ずっと変わってないってこと？そういうことになるな。でも、最近こうやって暴露する人が増えてきたってことは、少しずつ変わろうとしてるのかもしれないぜ。そうだといいね。でも、他にも問題があるの？ああ、まだあるんだぜ。アイドルを脅かす大きな問題としてストーカー被害ってのもあるんだ。ストーカー？怖そう。そうだな。ファンの歪んだ愛が、アイドルを傷つけちゃうんだ。時には悲しい別れを生むような事件にまで発展することもあるらしいぜ。そんな、アイドルって輝いてるように見えるけど、裏では大変なことがたくさんあるんだね。その通りだぜ。華やかな表面の裏に、こういった闇があるってことを知っておくのは大切だと思うな。ファンとしても、アイドルを本当に応援するなら、こういう問題にも目を向けるべきだぜ。さっき話したストーカー被害の話、実際にすごく痛ましい事件があったんだぜ。え？どんな事件なの？2016年の話なんだが、富玉ゆっていうアイドル活動してた子が、ファンの男にやられちまったんだ。やられたって、何されたの？刃物で20箇所以上も刺されたんだぜ。本当にひどい話だ。そんな、どうしてそんなことに？最初はツイッターで富田さんに好意的な書き込みをしてたらしいんだが、だんだん嫉妬心からか不穏な書き込みが増えていったんだ。怖い。どんな書き込みだったの？本当嫌な女とかそのうち丸抜から安心してなんて、すごく攻撃的な内容だったらしいぜ。ひどすぎる。富田さん、怖かっただろうね。そうだな。富田さんも怖くなって警察に相談したんだが、たらい回しにされちゃったらしいんだ。え？警察が助けてくれなかったの？ああ、警視庁に相談するようにって言われただけで、真剣に取り合ってもらえなかったみたいだぜ。
そんな。で、事件は？ライブハウスで起きたんだ。男がライブ会場の近くで待ち伏せしてて、富田さんと接触した時に揉めたらしい。富田さんが警察に通報しようとしたら、男が刃物で襲いかかったんだ。ひどすぎる。富田さん、大丈夫だったの？20箇所も刺されて、血まみれになっちまったんだぜ。男は生きたいの？丸見たいの？なんて言ってたらしい。本当に許せねえよ。アイドルって輝いてるように見えるけど、こんな怖いことがあるんだね。そうだな。これはほんの一例だけど、アイドルを狙ったストーカー被害は後を絶たないんだ。ファンの愛が歪んじまうと、こんな悲しい結果になっちまうんだぜ。怖いね。どうしたらこういうことを防げるのかな？難しい問題だが、ファンも含めてみんながアイドルの人権を尊重することが大切だと思うぜ。それに、警察も含めて社会全体でこういう問題に真剣に向き合わないとな。そしてこの事件、犯人の男は逮捕されて、懲役14年の判決を受けたんだ。そっか。でも、反省はしたの？それがさ、全然反省してないみたいなんだぜ。裁判の途中でジャーマルセヨなんて富田さんに罵声を浴びせたりしてさ。ひどすぎる。どうしてそんなことするの？犯行の動機がまたひどくてな。富田さんにプレゼントした腕時計を返されたことで逆恨みして、マル害を計画したらしいんだ。そんなことで、富田さん、怖かっただろうね。ああ、富田さんもできる限りの自衛はしてたみたいだぜ。家族に相談したり、110番緊急通報登録システムに登録したりしてたんだ。そんなに気をつけてたのに。そう、でも暴走したファンの行動を完全に止めるのは難しかったんだな。他のアイドルさんたちも、こういう被害に遭ってるの？ああ、ストーカー被害に悩んでるアイドルは多いらしいぜ。事務所も対策してるみたいだが、完全な解決は難しいみたいだな。そっか。アイドル業界って、まだまだ大変なことがたくさんあるんだね。その通りだぜ。今回話したのは氷山の一角に過ぎないんだ。地下アイドルや裏アイドルの世界まで広げると、もっと闇が深そうだぜ。怖いね。でも、こういう問題が表に出てくるのは良いことなのかな？そうだな。輝く世界の裏側にある影が明るみに出ることで、少しずつでも改善されていくかもしれないぜ。そうだといいね。アイドルさんたちが安心して活動できる世界になればいいな。ああ、そうだな。私たちファンもアイドルを応援するだけじゃなく、こういう問題にも目を向けて考えていく必要があるぜ。ねえマリサ、元スマップの稲垣吾郎って逮捕されたことあったの？そうなんだ。2001年、全盛期に渋谷で違反駐車をして、警官に免許証の提示を求められたんだ。けど、そのまま車を発進させて警官に怪我を負わせたんだぜ。国民的スターがそんなことして大丈夫だったの？結局、公務執行妨害は不起訴になったけど、道路交通法違反で有罪判決だぜ。事務所から活動自粛が発表されて、ドラマの放送延期とか CM の自粛、紅白出場辞退とかの対応があったんだ。そんなに大変だったんだ。でも、その後はどうなったの？143日ぶりにスマップで復帰したんだぜ。釈放後の謝罪会見ではジーンズと白シャツ姿で現れて、ひたすら反省の言葉を繰り返したんだ。けど、事件の真相については何も語らなかったんだ。記者の人は何も聞かなかったの？ちょっと変じゃない？そうなんだよ。事務所とテレビ局が結託した忖度が働いてたんだって。芸能レポーターの証言だと、ドラマ主演が決まってたテレビ局から会見で質問するなって圧力があったらしいぜ。芸能界ってお金と権力の世界なんだね。まあ、国民的スターだからこその特別扱いだったのかもしれないぜ。でも、法律に反したことに変わりはないからな。ねえマリサ、小室哲也って90年代に有名だったプロデューサーでしょ？何かあったの？そうだぜ。でも2006年に、自分の全楽曲の著作権を10億円で譲渡する契約をして、5億円を先払いで受け取ったんだ。けど、実はその著作権の一部はもうレコード会社に譲渡済みだったんだ。それってお金を騙し取ったってこと？そういうことだぜ。5億円返金しなかったから、損害賠償の訴訟を起こされて、検察の調査で借金返済に使ってたことがバレて、詐欺容疑で逮捕されちまったんだ。どうしてそんなことしたの？小室は後にラジオで、98年からの10年は曲が出てこなかったって告白してたぜ。全盛期を過ぎて商業的に失敗して、多額の借金抱えてたんじゃないかって言われてるんだ。それで有罪判決を受けたんだ。でも復帰したんでしょ？そうだぜ。懲役3年執行猶予5年の判決で、吉本興業からクビになったんだ。けど、ミクシーで小室哲哉氏の復活を願う会ができて署名活動が行われたりして、復帰待望論が起きたんだ。ファンは待ってたんだね。そして2010年に、TOKIO の楽曲提供で復帰したんだぜ。今でもいろんなアーティストの楽曲を手掛けてるんだ。才能は認められてるってことだな。
ねえマリサ、牧原のりゆきって90年代にヒット曲いっぱい出してた人でしょ？何かあったの？ああ、スマップに提供した世界に一つだけの花が記録的大ヒットしたりして、音楽界に大きな功績残したんだ。けど、1999年に角丸在所時で逮捕されちまったんだ。人気絶頂の時に？どうなったの？懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決で、レコード会社は CD の出荷停止とか店頭回収して、実質活動休止に追い込まれたんだぜ。それで終わりになっちゃったの？いや、判決直後に坂本雄一から反対を押し切ってコンサート出演したんだ。それで事実上の活動再開になって、翌年には楽曲制作再開、世界に一つだけの花の大ヒットで完全復活したぜ。よかったね。反省したんだね。いや、実は2020年にまた角丸在都危険度マルック所持で逮捕されたんだ。懲役2年執行猶予3年の判決で、活動休止になったぜ。二度目なのに、またやっちゃったの？そうなんだけど、翌2021年にはもう活動再開発表して、今も精力的に音楽活動してるんだぜ。才能は誰もが認めるところだけど、お薬はダメだよな。ねえマリサ、里見光太郎って人、時代劇でよく見るけど、何かあったの？里見光太郎は大河ドラマの主演を務めた大俳優だぜ。でも1965年に俳優仲間の山城慎吾とハワイ旅行に行った時、ピストルを購入して日本に持ち込んで逮捕されたんだ。ピストル？なんでそんなこと？山城は暴力団との関係があって、持ち込んだ拳銃を山口組系に撃ったらしいぜ。里見は関係は消極的で、すぐ山城に渡したって言ってるけどな。そんなことして大丈夫だったの？里見って清廉なイメージあるのに。当時は世間の風当たりが強かったぜ。特に税関が裏切られた気持ちだって表明して、この事件がきっかけで空港に金属探知機が導入されるようになったんだ。それで里見はどうなったの？判決後はお寺にこもって反省して、芸能界に復帰したんだぜ。今なら一発アウトだろうけど、当時は痛手を受けるどころか、同年に映画からドラマに進出して活動の幅を広げたんだ。時代が違うと大物俳優でも違うんだね。まあ、今じゃ考えられない衝撃的な事件だったぜ。でも里見光太郎は実力でそれを乗り越えたんだな。ねえマリサ、後藤真希の弟って芸能人だったの？そうだぜ。後藤祐樹はモームスの後藤真希の弟で、EE ジャンプっていうダンスボーカルユニットでデビューしたんだ。でも何かあったの？女性タレントとの肉体関係、マネージャーへの暴行、未成年飲酒とか色々スキャンダルあって、芸能界引退したんだぜ。ひどいね、でもそれだけじゃないんでしょ？その後、2007年に友達と建設現場に不法侵入して銅線盗んで転売、警備員に暴行して、窃盗と公務執行妨害で逮捕されたんだ。懲役5年6ヶ月の実刑判決だぜ。姉の後藤真希が人気絶頂の時だったのに、大変だったね。世間は騒然としたぜ。でも2012年に仮釈放されたら、インタビューやコラムの仕事が来るようになったんだ。そうなんだ、でも、その後はどうしてるの？Amazon プライムの番組に出たり、2022年には約20年ぶりに YouTube で芸能活動再開したんだぜ。そして2023年には八王子市議選に立候補して、得票数同率2位で当選したんだ。今は政治家としても活動してるぜ。ねえマリサ、坂上忍って、最近よくテレビで見るけど、何かあったの？ああ、坂上は子役時代を経て40代で再ブレイクした俳優でタレントだぜ。でも20代の頃に飲酒運転事故を起こしたんだ。どんな事故だったの？1995年に仲間のパーティー帰りに酒飲んで運転して、電柱に激突。それでも逃走して、20分間のカーチェイスの末に捕まったんだぜ。ひどい、でも車には誰か乗ってたんでしょ？そうなんだ。女優の山本未来が同乗してて、恋愛スキャンダルにもなっちまったぜ。それで坂上忍はどうなったの？当時はまだ甘かったからな。半年の謹慎期間を経て、芸能活動を再開したぜ。最近、芸能人の不祥事って厳しい処分が多いよね。そうだな。2020年に伊藤健太郎が事件を起こした時、坂上は僕より全然マシって言って、自分の加工天狗というかクソ生意気。20歳そこそこの時は毎日酒臭かったって振り返ってたぜ。ねえマリサ、三河健一って人、知ってる？最近よくテレビで見るけど。ああ、1960年代に人気を博した歌手でタレントだぜ。でも不遇の時代があって、1977年と1984年にママル取締法違反で逮捕されたんだ。2回も？どうしてそんなことに？三河健一は落ち目になって、周りの誘惑に負けちまったんだぜ。1回目は友人に頼まれて預かったのが発覚、2回目はビニール袋いっぱいの角丸剤を渡されたらしい。それで有罪判決を受けたんだ。大変だったんだね。そうなんだ。
仕事激減して、営業先でやじ飛ばされるような日々が続いたって。でも今に見ていなさい、這い上がってやるからって根性で活動を続けたんだぜ。すごいね。でも、どうやって再ブレイクしたの？実はモノマネ芸人のコロッケが三河健一のモノマネでブレイクして、共演した時の反響が良かったんだ。それがきっかけで復活したんだぜ。人生ってわからないね。三河健一さん、何か学んだのかな？三河健一はここまで落ちたら先がない。落ちたら楽なのよ。上を見ればいいだけだからって人生哲学を語ってるぜ。そこを経験した人だからこその言葉だな。ねえマリサ、長渕剛って人、知ってる？ああ、80年代に大ヒットした歌手で俳優だぜ。今でも熱狂的なファンがいるんだ。そうなんだ。でも何かあったの？実は1995年、人気絶頂期にママル取締法違反で逮捕されたんだぜ。自宅から大丸が見つかって、吸ってたことも認めたらしい。そんな有名人が、どうして？しかも捜査中に国生さゆりとの不倫も発覚して、一時は芸能界引退の危機に陥ったそうだぜ。それでどうなったの？奥さんの支えもあって復帰したんだ。バラエティ番組にも出るようになって、完全に復活したぜ。よかったね。でもなんでそんなことに？後に長渕は、周りに裏切られて人間不信になり、心の弱さからお薬に手を出したんだって。信頼する人に騙されると、自暴自棄になるもんだぜ。ねえマリサ、ヨシキって人知ってる？XJAPAN のドラマーだったよね。ああ、元祖ビジュアル系として日本だけじゃなく海外でも人気だぜ。でも1994年に逮捕されたんだ。何があったの？当時活動拠点にしてたロサンゼルスで、酒飲んで運転して煽ったらしい。で、飲酒運転とスピード違反で捕まったんだぜ。それって大変じゃない？どうなったの？まあミュージシャンだから、保釈金払ってすぐ釈放。活動自粛とかの処分はなかったぜ。でも事件の車に工藤静香が同乗してて、交際がバレちまった。工藤静香って、元おにゃんこクラブだよね。でもヨシキと付き合ってたの？そうみたいだぜ。でも翌年にはヨシキのカナダ人新恋人がスクープされて、工藤静香も週刊誌にもう会ってませんって破局を認めたんだ。芸能人の恋愛ってわかんないね。まあ、華やかな世界だからな。でも飲酒運転はダメだぜ、絶対。ねえマリサ、デヴィ夫人って誰？デヴィ夫人は、インドネシアの初代大統領スカルノの第三夫人で、有名なタレントだぜ。へえ、すごい人なんだね。でも何か事件を起こしたの？そうなんだ。1992年に、フィリピン大統領の孫娘ミニー・オスメニャさんと口論になって、シャンパングラスで顔を殴って大怪我させたんだぜ。どうしてそんなことしたの？数ヶ月前のパーティーで、ミニーさんがフィリピン副大統領になると宣言した。デヴィ夫人が吹き出してバカにしたことで関係が悪化してたらしいぜ。なるほど、でも暴力は良くないよね。その通りだぜ。でもデヴィ夫人は、これ以外にも何度もトラブルを起こしてるんだ。それでもテレビに出続けられるのは、鋭い発言が視聴者受けするからだって。生放送だと大変そうだけど、視聴者には面白いのかな？そういうことらしいぜ。だからデヴィ夫人は収録番組に出ることが多いんだって。生放送だと何が起きるかわからないからな。ねえマリサ、江頭2時50分って YouTube で人気の芸人さんでしょ？前に何かあったんじゃなかったっけ？そうだぜ。黒いスパッツ姿のトレードマークで、放送コードギリギリのパフォーマンスが注目されてるんだ。けど、その破天荒さゆえに、何度もテレビで股間を露出しちまったんだ。それで大丈夫だったの？事前収録の番組ではモザイク編集でごまかしてたんだけどな。でも2013年、タワレコ新宿店で DVD の発売記念イベントやった時に、ブリーフ重量上げで股間丸出しになっちまったんだぜ。どうしてそんなことに？ブリーフが破れちまって、司会の早川さんが必死で止めようとしたんだ。けど、ファン300人の歓声に押されて、江頭は股間丸出しのままモッシュダイブしちまったんだ。ひどい、芸人さんも大変だね。でも警察は動かなかったの？動いたぜ。タワーレコード全裸騒動事件ってことで、終了後に書類送検されて、公然わいせつ罪で罰金20万円の略式命令が下されたんだ。罰金で済んだんだ、よかったのかな？まあ、江頭にとっては痛くも痒くもないだろうけどな。でも、さすがにあれ以来、過激なネタは自重してるみたいだぜ。YouTube ではあんまり規制ないから、好き放題やってるけどな。でもマリサ、江頭は地上波から消えたんでしょ？いや、実はそれは違うんだぜ。数日後にはパチンコ屋や結婚式の営業をしてたってよ。江頭が YouTube で語ったところによると、当時はテレビの仕事がほぼなくて、事実上の謹慎期間は全くなかったらしい。じゃあ全裸騒動の影響はなかったの？いや、世間は騒然としたけどな。でも、ビートたけしは江頭にはフルチンでビンビン戦い続けてほしいってコメントを。
松本人志がツイッターでファイトってつぶやいたりして、お笑い界の大物たちが江頭を擁護したんだぜ。芸人さん同士ってそういうものなのかな？江頭はどう思ってるの？江頭は、それが今でも宝物だって語ってるぜ。仲間に支えられたんだな。マリサ、次の人は誰？国民的スターって。ああ、草薙剛だぜ。スマップの人気メンバーだったけど、2009年に東京の公園で泥酔全裸になった。通報されて警察官に裸だったら何が悪いって反発して、公然わいせつで現行犯逮捕されたんだ。スマップってすごい人気だったのに、どうしてそんなことを。最初は丸物疑われたけど、検査の結果はアルコールのみだったぜ。謝罪会見で本人は当時の記憶がないって言ってた。十分反省したから、不起訴猶予で実刑は免れたけどな。国民的スターの不祥事って、世間を騒がせたんだろうね。どんな反応だったの？総務省の偉い人が最低な人間行為って痛烈に非難したぜ。でも芸能界関係者や世論は、草薙を擁護する声の方が多かったんだ。意外だね。で、草薙はどうなったの？1ヶ月ちょっとの活動自粛の後、すべてのレギュラー番組の出演が再開されたんだぜ。しかも、CM も全部再開された。キッコーマン醤油なんて代わりのタレントは考えられないってコメント出したくらいだ。CM まで？最近だったら一発退場もあり得るのに。そうなんだよ。当時のジャニーズ事務所の権力もあったけど、国民的スターを失ったらテレビ局の損害も大きいからな。一説では、テレビ局も草薙を守ることに尽力したって言われてるぜ。なるほど。でも、事件から15年経った今でも、草薙とアルコールの関係は忘れられてないんだ。そうだな。新しい地図のメンバーがビールの CM に出た時、草薙だけ除外されたって話もあるぜ。一度やっちゃうと、なかなか消えないんだね。そういうイメージって。まあ、芸能人にとってイメージは大事だからな。でも、実力があれば乗り越えられる。草薙は今でも第一線で活躍してるだろ？それが何よりの証拠だぜ。ねえマリサ、ビートたけしって昔からすごい人だったんでしょ？何かあったの？ああ、たけしはお笑い界のレジェンドで、北野たけし名義では世界的に有名な映画監督だぜ。でも1986年、全盛期に大変な事件を起こしたんだ。何があったの？フライデー襲撃事件ってやつだ。当時付き合ってた21歳の彼女が、週刊誌フライデーの記者に傷害受けたことにぶち切れた。たけし軍団のメンバー11人と一緒にフライデー編集部に乗り込んで、暴行傷害事件を起こしたんだぜ。たけしがそんなことを、でも軍団には止めてたんでしょ？そうなんだけどな、編集者が挑発的な態度取ったもんだから、乱闘になっちまったんだ。消火器噴射させたり、雨傘や拳で殴ったり蹴ったりして、相手に肋骨骨折とかの怪我を負わせたんだぜ。ひどい、それで逮捕されたの？そうだぜ。たけしと軍団は住居侵入と器物損壊と暴行の現行犯で捕まって、懲役6ヶ月執行猶予2年の判決が下ったんだ。大スターがそんな事件を起こして、でもたけしは変わらず人気だよね。まあ、たけしの破天荒な芸風と才能は誰もが認めるところだからな。今でも第一線で活躍し続けてるだろ？事件はイメージダウンにはなったが、そう簡単に干されるような人じゃないんだぜ。それでも人気絶頂の芸能人が集団で暴行事件を起こすなんて、前代未聞だよね。世間の反応はどうだったの？ワイドショーや週刊誌で大騒ぎになったぜ。たけしへの非難は当然だけど、マスコミの行き過ぎた取材も議論されるきっかけになったんだ。そうだよね。でも、たけしはどうなったの？事務所は何か処分したの？太田プロは半年間の活動自粛を発表したんだけど、あの衝撃的な事件で復帰できるかわからなかったらしい。だからたけしは軍団に悪かったな。お前らの面倒は一生見るから、俺がどうしてでもお前らを絶対食わせるからなって言ったんだぜ。たけしってそういう人なんだね。でも、半年後に復帰できたんでしょ？そうだぜ。一説では、業界の大物プロデューサーやタモリ、さんまの後押しがあったとも噂されてるんだ。なるほど。でも、今回紹介された芸能人、みんな逮捕されても生き残ってるよね。昔はコンプライアンスが緩かったのかな？そうだな。芸能事務所の権力やメディアの忖度もあったんだろう。今なら一発退場になるような凄まじい事件ばかりだぜ。芸能人への処分って難しいよね。厳しすぎてもダメだけど、甘すぎてもいけないし。そうだな。でも、長く活躍するためにも、芸能人は不祥事には気をつけないとな。才能があっても、イメージが悪くなれば仕事はなくなっちまうからな。お笑いコンビオダウエダの上田志保さんもヤバい発言で物議を醸してるぜ。最近は男性から女性、女性同士でも性的嫌がらせが成立するからな。どんな発言だったの？2022年8月に放送されたロンドンハーツっていう番組で、
女芸人の格付け企画があったんだ。テーマは付き合ったらいい女っていう一般男性アンケートに先立ち加納さんランキングの結果だったんだけど。加納さんは上田さんを何位に順位付けしたの？ダントツ最下位にしていたぜ。理由を発表する前に、上田さん自身の G 行為の内容を暴露していたからな。加納さんはもうこんなん理由言う必要ありますかってバッサリ切ってたぜ。え、どんな行為だったの？出演者の岩倉さんが暴露し始めたんだが、上田さんはお酒が入ると脱いじゃうタイプらしいぜ。でもそのレベルじゃなくて、同期をたくさん集めて下着を全部脱いで、仰向けに寝転んで股を広げるんだと。何のプレイよそれ。そして同期に局部を至近距離で見せつけるらしいぜ。これって上田さんが男性だったら、普通に連行されてるよな。そうだよ、なんでこんなことするの？間を詰めるためにやってるみたいだぜ。芸人なんだから、せめて遠くで間を詰めろよな。意味不明。他になんて言ってたの？私の心の中にイデラッキョさんがいるんです。イデラッキョさんがいて出てくる時があるんですって主張してたぜ。全くもって意味不明だな。そりゃネットの反応もエグすぎる。普通に引いたってなるよね。これはお世辞にもいい女とは言えないわ。次は誰なの？ダウンタウンの浜田雅俊さんだぜ。相方の松本人志さんの性加害疑惑が話題になってるけど、浜田さんにもセクハラ発言があるんだ。性加害までいかないにしても、番組でセクハラ発言連発してるの？そうなんだ。例えば、ゲストのスミレイナさんが女優の仕事をしたいと言うと、やったらええやん、簡単にできるでそんなん絶対と絶叫した。スミレイナさんの才能を認めてるってこと？いや、その後女優にも色々あるやん、AV とかもあるしと続けたんだ。ただのスケベ親父だよな。ひどい。他にも何かあったの？スミレイナさんが好きな食べ物がカップ焼きそばだと言うと、お前のその父はどうなったらそんなんになるの？カップ焼きそばで出来上がってるわけちゃうやろって直球のセクハラツッコミだぜ。それ、本当にそこら辺にいるやらしいおじさんと同じじゃん。天下のダウンタウンのツッコミに全然見えないよ。まったくだぜ。こういう発言、もうテレビで流していいレベルじゃないよな。時代錯誤も甚だしいぜ。そうだね。みんな意識改革しないと、テレビから見放されちゃうよ。他にも何かあったの？2023年のキングオブコントでも、スタッフの不手際で番組が押している状況で、アナウンサーの日比真央子さんにこれ全部時間内に入りきるんですか？って質問したんだ。そしたら日比アナはなんて答えたの？入れましょう。って力強く答えたんだけど、浜田さんは吹き出し、入れましょうって、やらしいこと言うな。ってツッコミを入れたんだぜ。はぁ？浜田さんの捉え方がやらしいだけじゃん。そうだよな。松本さんがあんな状況なんだから、セクハラで訴えられるなんてことにならないよう気をつけるべきなのにな。本当にヤバすぎるセクハラ芸人ばっかりだね。一般社会じゃセクハラ認定されて、クビになっちゃうよ。そうだぜ。芸人ももっと注意を払わないとな。今後はハラスメントへの意識がさらに厳しくなる。大御所でも勢いがあっても女性でも、たった一つの言動で全てがパーになるかもしれないからな。確かに、生きづらい社会になったのかもしれないけど、時代に合わせた笑いを提供し続けてほしいよね。その通りだぜ。古い価値観に縛られず、新しい時代にマッチした笑いを生み出していってほしいもんだな。ねえねえマリサ、この前テレビでホリケンが変なことしてたみたいなんだけど、あれなんだったの？ああ、それな。ホリケンが出てる番組アメトークのスピンオフ企画での出来事だぜ。何があったの？ホリケンが日本全国を旅しながら、出会った人々と触れ合うっていうほのぼのとした番組なんだ。けど、スタジオでは変なクイズが出題されたんだぜ。クイズ？面白そうじゃない。いや、ちょっと違うんだ。ゲストが回答してる最中に、ホリケンがアシスタントの弘中アナの腕にいきなりキスしたんだぜ。なんでそんなことしたの？さあ、受けを狙ったつもりなのかもしれないけど、滑ってたぜ。ゲストの出川哲朗も今中したって指摘してたしな。うわぁ、ドン引きだね。そういうのは許可取ってからじゃないとダメだよ。その通りだぜ。たとえ冗談のつもりでも、あまりにも軽率すぎるよな。スタジオは凍りついてたぜ。マリサ、ホリケンってその後どうなったの？ゲストのショートウゲさんにどさくさに紛れて肩にチューするってどうかと思いますよって突っ込まれてたぜ。普通にダメ出しされてたわけだ。弘中さんは怒ってなかったの？ホリケンが弘中さんに怒ってないよねって聞いたら、即答で怒ってないって言ってたぜ。ホリケンさんは大丈夫ですとも言ってたし。なんで許されるの？普通は嫌じゃない？そこが問題なんだよな。ホリケンというキャラだから許されるのか、それとも弘中さんが媚びを売っているのか、どっちにしろ、ファンからは批判の嵐だぜ。そりゃそうだよね。楽しく見てたのに、いきなりそんなことされたら嫌だもん。ネットにはホリケンふざけんな、職権乱用だろ、羨ましすぎるわなんてコメントがいっぱいあったぜ。批判と戦法が入り混じってるのが面白いけどな。でも、そういうのって NG じゃないの？
テレビだからって何してもいいわけじゃないよね。そうだぜ。たとえ人気者でも、こういう行為は許されるべきじゃないと思うぜ。相手の気持ちを考えないと、いつか痛い目見るぜ。ねえマリサ、ホリケンって他にも変なことしてるの？ああ、女優の及川奈緒さんとの共演時にもやらかしてたぜ。完成披露イベントで及川さんの胸元をじっと見てたり、マイクを突き刺そうとしたりしてたんだ。ひどすぎる、ただのいやらしいおじさんじゃん。それだけじゃないぜ。イベント中に横断幕を倒して劇場のスクリーンに傷つけそうになったり、滑ったら共演者のせいにして切れたり、カメラマンにも切れたり、と、やりたい放題だったらしいぜ。もう、最悪だね。そんなことしてたら、今じゃ受け入れられないよ。だよな。でもホリケンはアイドルにも容赦なかったぜ。HKT48 の矢吹奈子さんと田中美久さん、当時12歳の二人を抱きかかえて持ち上げようとしたんだ。12歳の子に何してるの？マジで捕まるレベルじゃない。二人は悲鳴あげてたし、他のゲストが止めに入ったくらいだからな。普通に犯罪だぜ。そんなことテレビでやっちゃダメだよ。何考えてるんだろう。昔はこういう破天荒な芸風が受けてたのかもしれないけど、今じゃ完全にアウトだな。時代とともにルールも変わるってことだぜ。ちょっと待って、12歳の子が本当に泣いちゃったの？仕込みじゃなかったら怖すぎるよ。そうなんだよ。田中美久さんは泣き出しちゃって、他のメンバーが慰めていたぜ。友情は感じるけど、番組にならないよな。ホリケンは反省したの？子供を泣かせるなんてひどすぎるよ。一応、頭を抱えてごめんなさいと謝罪したみたいだぜ。ナコさんが許したから、田中さんも笑顔になったけどな。よかった、これで収録も進められるね。だがな、仲直りのハイタッチをしようとした瞬間、ホリケンは再び二人を抱きかかえようとしたんだぜ。結局、しばらくお待ちくださいのテロップが流れることになったよ。懲りてないじゃん。二人の心に傷がつかないか心配だよ。ほんと、最悪だよな。でもホリケンの問題行動はまだあるぜ。指原莉乃さんへの言動もやばかったんだ。指原さんに何したの？番組で指原さんがブスかブスじゃないかをアンケートする企画があったんだ。けど、ホリケンはそれに乗じて、とんでもないことを言い出したんだぜ。企画自体どうかと思うけど、で、ホリケンはなんて言ったの？ブス派の役割を割り振られたホリケンは、討論開始直後に体が受け付けないんですよねって発言したんだぜ。指原さんが反応すると、こっち向くなブスって強烈な一言をお見舞いしたんだ。ひどすぎる、役割だとしても、そんなこと言っちゃダメだよ。そのやりとりを繰り返した結果、指原さんは泣き出して、企画は強制終了になったぜ。ホリケンにひどいことを言われて終わっちゃったんだな。かわいそう、視聴者やファンからも批判殺到だよね。もちろんだぜ。ホリケンが悪いのは間違いないけど、企画自体もどうかと思うな。他にも何かあったの？ああ、田中みな実さんと安めぐみさんへの言動もやばかったぜ。お昼の情報番組ヒルキュンに出演した時のことなんだが。お昼の番組で何をやらかしたの？パワハラじゃないのかって感じだな。スタジオに設置された段ボールの壁に男性スタッフを吹き飛ばし、助けに来た女性スタッフも突き飛ばして、男性スタッフの頭に段ボールを叩きつけたんだぜ。MC の田中みな実さんまで吹っ飛ばしたの？そうなんだ。田中さんに段ボールを投げつけて、田中さんは意外と痛いのよって笑いながら抗議してたぜ。怪我でもしたらどうするつもりだったんだろうな。ハラスメントを通り越して、もう暴行だよ。収拾がつかない状況になっても、ホリケンは暴れ続けたんだ。最後には田中さんと安めぐみさんの足を持って、髪の毛で床を掃除し始めたんだぜ。ひどい、髪は女性の命なのに、そんな雑な扱い方しないでよ。ネット上では完全にアウトだと批判コメントで埋め尽くされたぜ。ホリケンの中では芸のつもりかもしれないけど、時代に逆行しすぎだよな。次に紹介するのは、お笑いタレントの大竹誠さんだ。現在で75歳のベテランだぜ。デビュー当初はボーイズというユニットで活動してたけど、今はソロで俳優やラジオパーソナリティとして頑張ってるんだ。大竹誠、名前だけじゃピンとこないわ。彼が最近出演している番組って、何かしら？例えば、ビートたけしのテレビタックルやぴったんこカンカンに出てるんだぜ。霊夢が見てるかどうかはわからないけどな。それも見てないわね。私たちの世代だと知らない人が多いのかしら？そうだね、ベテランさんだから、知ってる人は限られてるかもな。でも、大竹さんの名前が出た時、あるタブーの話もよく上がるんだ。タブー？何かあったの？1996年8月、大竹さんが運転していた車が、飛び出し事故でバイクと衝突したんだ。そのバイクに乗ってた男性が、後に亡くなっちゃった。芸能人が事故を起こすと、大ニュースになるから、その後の活動も厳しくなるんだよな。そういう事故を起こしたら、批判されるのは当然よね。それで彼はどうなったの？この事故がメディアに報じられた後、大竹さんはかなりのバッシングを受けたぜ。
7本あったレギュラー番組もすべて降板し、しばらくは自宅で謹慎したんだ。それは大変だったでしょうね。芸能界は厳しいわ。でも、その謹慎期間は意外と短く、2週間後に芸能界に復帰しているんだよな。え、そんなに早く復帰していいの？バッシングの心配とかしないの？確かにバッシングは受けただろうけど、事実は少し違っていて、この事故で大竹さん側に落ち度はなかったんだ。適切な速度で運転し、信号も守っていたんだぜ。それなら、なんでそんなに叩かれたの？事故の直後、彼は救急車を呼び、怪我人を励まし続けていたんだ。だけど、男性が亡くなってしまったんだ。それは大変だったわね。でも、事故後、亡くなった男性の母親がテレビ局に、大竹さんは何も悪くないという内容で連絡が入ったそうだ。え、それは意外。でも、心温まる話ね。だから、大竹さんはバッシングを覚悟で、復帰を決めたんじゃないかと思う。事故を起こしたというだけでイメージダウンになるけど、背景を知ると考えが変わるよな。確かに、その背景を知ったら、彼の真面目な性格がよくわかるわ。最後に紹介するのは、小野ののかだぜ。小野ののかって、確か野球場のビール売り子からタレントになった人だよね。美人すぎると話題になってたよ。そうだな。でも、小野ののかは上昇志向が強いことで有名なんだ。売れっ子の肉体派タレントとデートしてるところも目撃されてるし、フジテレビの局員とのツーショット写真も撮られてるらしいぜ。それって枕営業じゃないの？そういう噂もあるみたいだな。でも、証拠はないから、あくまで噂の段階だぜ。でも、そういう噂が立つってことは、何かあるんじゃないの？憶測で人を批判するのは良くないぜ。小野ののかが実力でのし上がったという可能性だってあるんだからな。そっか。でも、女性タレントって大変そうだね。実力だけじゃ売れない世界なのかな。芸能界は厳しい世界だからな。でも、実力も人脈も大事だと思うぜ。一概に枕営業だと決めつけるのは良くないな。そうだね。小野ののかには実力で頑張ってほしいな。応援してるよ。というわけで今回は、知りたくなかった芸能界の裏事情についてゆっくり解説したぜ。動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も見てくれよな。コメントも待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。それではまた。